2009年のパリオペライコールコミック座での祖演時のポスターフラディアボロは現代はフラディアボロまたはテッラチーナの館ダニエル・フランソワイコール・エスプリ・オベールの1830年1月28日にパリのオペライコールコミック座で初演された全3幕からなるオペラコミックである初演から大成功したオベールの代表作ではが国でも 浅草オペラ時代から親しまれてきた名曲で、オベールのオペラコミック中随一の傑作である。オベール19世紀における、フランスのオペラコミックの典型的な作品である、この、フラディアボロは広く、世界に知られるとともに、オベールの名声を高めた作品である。1912年までにオペライコールコミック座で897回、再演され、 1918年のゲテリリック座での上演がパリでの最後となるが、フランスの様々な地方及び外国ではこの作品は未だに上演され続けている。序曲と共に、第一幕のゼルリーヌのバラード、岩に持たれた、ものすごい人は、は特に有名である。イギリス初演は1831年2月16日、ロンドンのドルリー演劇場にて、 アメリカ初演は1831年9月16日にニューオリンズ歌劇団によってフィラデルフィアのチェスナットストリート劇場にて行われた。出演はサンクレール、サンイコール当番、プリバラであった。オベールは1828年にグランドオペラの幕開けとなるポルティーチの娘で大成功を収めたが、その後自分の得意分野であるオペラコミックに戻って、 このオペラを書いた。この作品はオペラコミックの基盤とされた。フラ・ディアボロの他のオベールのオペラコミックの代表作には、聖堂の馬、黒いドミノ、王冠のダイヤモンド、マノンレスコーなどがある。本作を原型とする盗賊を扱ったロマンチックオペラは、エロルドのザンパやベルディの群闘を経てパロディ化されて、オフ,フェンバックの盗賊やウィリアム・エス・ギルバートの ペンザンスの海賊に連なる。オペラ研究家の騎士純真は、オベールはコミカルな楽奏を得意とした。良くも悪くも、音楽に漂う、軽さが彼の個性である。中略、また、覚えやすい、戦律美と、軽快かつ貧瘍なテンポも、魅力の中心をなすものだろう。聖堂の馬の序曲のみなぎる、勢いの良さや、フラディアボロの青年ロランゾのロマンス、いつまでも、 と彼女は言ったの簡潔なまとめ方など、短距離走のごとき、瞬発力を放つオベールの筆は、心地よく聞き手の耳を刺激する。中略、オベールのオペラは、最も劇的な瞬間に最も透明な響きを、もたらすものと思えてならないと語る。オペラ史を表した DJ グラウトも、オベールの音楽のスタイルは、オペラコミックには、非常にふさわしく、軽快で、 旋律は豊かで、小味が効いていて、もったいぶったところがないと指摘している。オベールは、ポルティーチの娘の後は、より小規模なオペラコミックへと向かい、オペライコールコミック座に、新たな息吹を与えたのだった。ナダールによる、スクリーブリブレットは、ウジェーヌ・スクリーブのフランス語のものによる。物語そのものは、スクリーブの制作ではない。すでに1793年に発表された。 ジャン・フランソワルス・スユールの洞窟の素材となっており、その後も舞台劇の形で愛好されていた。スクリーブの巧みな脚色がこのオペラの成功の原因となったことは見逃せない。フラ・ディアボロ、悪魔の兄弟は1771年生まれのミケーレ・ペッザという実在の人物。ルッフホスー・キ教及びナポリオン妃、マリア・カロリーナに雇われたフラ・ディアボロは1800年頃、 カラブリアの盗賊一団を率いて、フランス占領軍と戦ったが、詩人ビクトリュー号の父ユーゴ将軍に捕らえられ、1806年にナポリで公主刑となった。このような歴史的事実にとらわれず、脚本家スクリーブは恐ろしいというよりも面白く、魅力的な盗賊像を作り出している。なお、オペラコミックは、曲間にセリフを含むことが基本となっており、 後に変化するが、ハッピーエンドが長らく不分立であった。日本初演は、浅草オペラによって1919 19年3月2日に、沢も、リノラの出演で、日本館にて上演された。小松光介が、物語性、芝居としてのテンポの良さを重視した日本語訳と、脚色を施した。吉純心によれば、本作の、岩に持たれた、ものすごい人は、を原曲とした。 ディアボロの歌は、往年のメーテノールタヤリキゾウが得意とした一曲で、単調と長調が入り混じり、聴くものを不思議な心地にさせる人気のメロディで、本来は女性のソロだが、タヤの持ち歌になっていた。2007年2月には、新国立劇場によって、倒したアキラによる日本語訳と演出と、ジョーヤ・マサヒロの指揮で疎遠されている。 1926年のマリーボール国立劇場でのフラディアボロのポスター第1幕約50分、第2幕約35分、第3幕約30分、全幕で約1時間55分時と場所、1830年代のイタリアのテッラチーナテッラチーナの近くの宿屋の庭先、ゼルリーヌを演じるジェラルディン・ファーラー兵隊たちが酒を飲んで騒いでいる。 兵隊たちはこれから、盗賊のフラ・ディアボロを捕らえに行くことになっている。しかし、隊長のロランゾだけはさっぱり元気がない。ロランゾは、ここの宿屋の一人娘ゼルリーヌと愛し合っているのだが、父親のマテオが貧乏な兵隊などに娘は嫁に、やれないと言い,い、隣村の金持ちの息子、フランセスコを養子に迎えることを決めてしまったからなので、ある。明日は、婚礼の日なのに、 娘はおとなしく父親の言いつけ通りしそうな雰囲気なのだ。そこにジェルリーヌが現れ、望みは最後まで捨てないという。そこへイギリス人の旅行者コックバーグ教夫妻が決層を変えてやってくる。二人は全財産を手にして駆け落ちをしていたのだったが、運悪く途中で追いはぎぎにあって身ぐるみ剥がれてしまったのだった。 宝石や衣装をすべて盗まれてしまった夫人のパメラは、もうこんな国を旅するのは嫌だと叫ぶ。コックバーグ教も憤慨し、気が動転している様子。そこで、ロランゾは時を移さず、兵を率いて、追いはぎぎの追跡に向かうことにする。ロランゾたちはこれこそフラディアボロ一味の仕業に違いないと確信したのだった。コックバーン教は、宿屋の主から、 ロランゾは金がないためゼルリーヌと結婚できないのだという話を聞き、それならもし、追いはぎぎから盗まれた金品を取り戻してくれたら、多額の謝礼を払おうという。夫人は、そんなことは当たり前だという。そもそも今回追いはぎぎに会ったのは、夫が本街道を外れて、裏街道に入ったからだと夫を非難するのだった。これに対して、夫は、虫の巣かない手男がお前に、 しきりに色目を使うから、あの男を巻いてやろうと思ったからだと言い訳をする。ゼルリーヌがロランゾに気をつけるように言うが、ロランゾは不機嫌そうに、どうせお前は明日他の男と結婚してしまうのだから、命なんてどうでもいいと言い残して出発するのだった。入れ替わりに、サンマルコ公爵と名乗る男が立派な馬車でやってくる。道中でたびたび見かけたキザな男とコックバーン卿は、 考えるが、夫人の方は格別警戒心を持たず再会を喜ぶ。ゼルリーヌはこの男があまりに夫人になれなれしくするので怪しむ。宿屋の主は乗客に違いないと思い込み、五重賞、泊まる馬車となって、各々のの思いを歌う。夫婦は部屋に案内されて立ち去る。待ては、娘のゼルリーヌに今夜は花婿を迎えに行くから。 英国人夫妻の夕食の給仕は頼むよという。ゼルリーヌが夕食の準備をしていると公爵が近寄ってきて、先ほどの英国人は随分しけた様子だったが何かあったのかと問う。フラディアボロを演じるチャールズ・スタンリー・ゼルリーヌはこの界隈ではフラディアボロという山賊の一味がよく出没するのだが、 なかなか捕まらず、あの英国人夫妻も一味に襲われたらしいと説明し、ディアボロの歌、岩に持たれた、ものすごい人はを歌い、恐ろしい盗賊だが女には、モテると説明する。そこに、ジャコモとベッポが、巡礼者のいでたちで、人よの宿を求めてやってくる。公爵は二人の宿代を払ってやる。実は二人はフラディアボロの手下なのである。マテオは外出し、 ゼルリーヌも父を見送りに出ていくと、公爵は二人に今日の守備を聞くと、二人が盗んだものの中には、ナポリ銀行に持っていくはずの大金は入っていなかったというので、怒り出す。公爵は、こうなったら、パメラから大金のありかを聞き出すしかないと言い、二人の手下を下がらせる。そこへ、パメラ夫人が酒を取りにやってくるので、公爵はマンドリンを引きながら、 バルカロールを歌い、彼女に言い寄ると、パメラが、夫は、オセロのように嫉妬深いと言い返す。妻がなかなか戻らないので、コックバーグ卿が様子を見に来ると、パメラ夫人は、歌の練習をしていたと言い繕い、見えしょう、ええ、私はポンチを注文するわとなる。そこに、ロランソが兵隊たちと戻ってきて、盗賊を襲い、20名を逮捕し、 宝石など盗難品の一部を取り戻したと言って、コックバーグ教夫妻に返却する。夫妻は大変喜び、謝礼金を渡そうとするが、ロランゾは職務なので受け取れないというと、夫人はゼルリーヌにお金を渡す。ゼルリーヌはこれだけのお金があれば、父もロランゾとの結婚を認めてくれるだろうと喜ぶ。公爵は手下たちが盗品を取り返さるという不手際に、立腹する。 ロランゾはまだ盗賊の資料を捉えていないので彼を捕まえに兵たちと共に出発する。皆は兵隊たちの手柄を喜びの合唱と共にフィナーレとなる。宿屋の内部、ゼルリーヌのヘアフラ・ディアボロに出演したタウバー・ゼルリーヌは英国人夫妻の部屋のベッドメイクをしながら先ほどのことを思い出し明日のことを思い描きつつアリア、なんという幸せを歌う。 そこに英国人夫妻がやってくる。夫は早く寝ようと言うが、夫人は明日もゼルリーヌの結婚式に出席してゆっくりしていきましょうと言う。ゼルリーヌは駆け落ちの途中でも夫婦喧嘩をするのかと呆れる。するとコックバーグ卿は妻の首に肌身離さずずっとつけていたペンダントがないのに気づく。パメラはきっとどこかに落としたに違いないと言う。 ゼルリーヌはランプを灯して、宿屋の内部を探しに行く。夫妻は自分たちの部屋に戻って行く。舞台に人がいなくなると、隠れていた公爵が、物陰から姿を現す。彼は、バルカロール、若く美しいアニュエスワール夕べに、トーデを歌うと、これを合図に二人の手下を部屋に招き入れる。ゼルリーヌが戻ってくると、三人は物陰に隠れる。 ゼルリーヌは男たちが隠れているのも知らず、アリア、そうよ、ようやく明日結婚するのですを歌いながらベッドに入る。手下の二人は泥棒を働く前に彼女を物にしてしまおうとはやるが、公爵は彼らを制す。すると、突如としてロランソと兵隊たちが戻ってくる。ゼルリーヌが塔を開けに行くと、その間に公爵は手下の二人を窓から逃がす。しかし、 彼が戻ろうとした時に、ロランゾと物音で目を覚ました、コックバーグ教に見つかってしまう。公爵は二人に、なぜこの時刻にこんなところにいるのかと問われると、苦しまぎれに恋の秘密は、男としては公害することはできないとただならぬことを言う。コックバーグ教は妻を、浮気女と思い込み、ロランゾは、ゼルリーヌを裏切り者と思い込み、結婚は取りやめだと言い、公爵に決闘を申し込む。 カメラとゼルリーヌは男たちが、証拠もなく、自分たちを疑うのが決せない。公爵と手下はこの場をうまく切り抜けたことに得意になる。公爵はそ知らぬ顔で宿屋から立ち去るのだった。マテオの宿屋付近の街道筋山脈の、情景公爵はもはや正体を表して、盗賊の首領フラディアボロとなっており、山から降りてきて、ありや、見えるぞ。 我が旗の下を更新する者が歌う。復活祭の朝なので、村人が着飾って集まってくる。加えて、フランセスコとゼルリーヌの結婚式が取り行われると、あって、マテオは上機嫌である。マテオがフランセスコを連れた行列がやってくる。ベッポとジャコモもこの村人の行列の中に潜んでいる。フラディアボロは、大木の祠に、弟子たへの手紙を残して立ち去る。 マテオたちの行列が到着すると、宿屋では、踊りが踊られる。ベッポとジャコモも宿屋に到着するが、盗賊の狩猟がいないので、かねてよりの打ち合わせ通り、大木の祠の手紙を読む。そこには、ロランゾが盗賊狩りに出かけ、花婿と花嫁が、教会に入り、村に、人影がなくなったところで、忍者の世の鐘を鳴らせと書いてある。その間に、 フラディアボロの一味が英国人夫妻を襲うつもりなのである。決闘の時が迫ってくる。ロランゾは、ゼルリーヌの裏切りを嘆きながら、ロマンス、私は、あなたのものよ、と、いつも彼女は言っていたのにとうい、悔しさと未練を吐露する。初演で、ゼルリーヌを総称したゾエ・プレボスとそこに、ゼルリーヌがやってきて、今プロポーズしてくれないと、一生他の男の人のものになってしまうというが、 誤解の解けないロランゾはプロポーズしようとしない。婚礼の準備が進められる中、ロランゾは部下に7時間経っても自分が戻らない時は自分に代わって舞台の指揮を取るようにと伝える。ゼルリーヌは彼の言葉を盗み聞きすると、ロランゾが何か危険を犯そうとしているのだと察する。朝から酒を飲んで、明酊状態の別歩は彼女が昨夜の娘だと気づき、 彼女が歌っていた歌を口ずさむ。それを聞いたゼルリーヌはこの男は昨晩自分の部屋に入ってきた男だと勘づいて、皆に彼らを捕まえてと叫ぶ。二人を捕らえたロランゾはフラディアボロを知っている農夫を呼び寄せて確認を依頼するが、フラディアボロ本人ではないという。やむなく身体検査をしてみると探検と例の手紙が見つかり、フラディアボロの一味であることが判明する。 ドランゾはフラディアボロを罠にかけるため、忍者の世の鐘を鳴らさせ、兵士たちは物陰に隠れて別歩とジャコモだけを残す。すると、指示した時刻になったのでフラディアボロは、悠々と他の手下も連れて現れる。その時はすでに兵士たちが周囲を取り囲んでおり、盗賊たちは一網打尽にされてしまう。パメラ夫人は自分たちが狙われていたことを知り、 公爵はフラディアボロが変装していたことを知って、今更のように驚愕する。ロランゾの一発でフラディアボロは死に村人たちはこれで、不安がなくなったと喜びの大合唱で、ハッピーエンドとなる。ありがとうございます。